新州4号は2002年12月29日に打ち上げられた新州宇宙船の4回目の無人ミッションである。生命維持システムのテストのため2体の宇宙飛行士のダミーが乗せられた。宇宙船には寝袋、食品、薬品等までを含む有人飛行に必要な装備がすべて積み込まれた。窓は宇宙飛行士がパラシュートが開く様子を確認できるために 大気圏再突入後も透明のままの新素材で作られた。新州4号で使われた宇宙船は新州5号で使われたものとほとんど変わらなかったと言われている。有人飛行に必要な手動コントロールや緊急着陸を行う機能も備えていた。打ち上げの1週間前、宇宙飛行士はシステムに慣れるためにこの宇宙船の中で訓練を行った。当初、 この宇宙船は高度1 9 8トルから3 3 1トルを軌道傾斜角42.4度で飛行していた。12月29日23時35分に高度が3 3 0トルから3 3 7トルに引き上げられ、1月4日と1月5日にも若干の操作が行われた。1月1日以降は軌道減衰が徐々に高くなり、 機動モジュールの太陽電池が初めて展開したと考えられた。新州4号の打ち上げには、全国人民代表大会議長の李鳳、副首相で、中国共産党中央委員会、政治局常務委員会委員のご報告、同委員の家計林、中華人民共和国中央軍事委員会の総強し側、中国人民政治協商会議副議長の孫愚治安、 中国人民解放軍総装,装備部部長の理系隊ら幹部が立ち会った。新州4号では植物の生育に対する無重力の効果を調べるためボタン化の植物の種が運ばれた。また物理学、生物学、医学、地球観測、材料科学、天文学等の分野で50人の実験を行った。このミッションには4隻の追跡船が使用された。1隻は 西大西洋の南アフリカ共和国沿岸、一隻はインド洋の西オーストラリア近郊、一隻は北、太平洋の日本南方、そしてもう一隻は南太平洋のニュージーランド西方に配置された。再突入モジュールは内モンゴル自治区フフホトシから約 40km のところに無事着陸した。再突入の指示は南アフリカ沿岸の追跡船から出された。 中国は緊急脱出システムのテストのために着水を行うのではないかと見られていたが、そうはならなかった。軌道モジュールはそのまま2003年9月9日まで軌道上の飛行を続けた。ありがとうございます。